で今ローリエの葉のお茶を作っています。ローリエ茶、5分お湯の中に熱湯の中につけてきました。すごい匂いが、ローリエの匂いがします。ではいただいてみます。あちちちちち、ローリエの香りのすごいするお茶ですね。でも苦味とかは思ったほどなくて美味しいですね。本当ローリエを直接飲んでるような感じがします。ローリエの葉は、月桂樹の葉ということで、肉料理の臭み消しとかによく使われるハーブだそうです。香りの成分はチネオール、リナロール、オイゲノールなどがあって、チネオールっていうのは消化の促進とかに効果があるそうです。他に成分的にはピネンやサピネンがあって、これは炎症や痛みを和らげる効果が期待されるそうです。リウマチや関節痛、神経痛などの痛みの緩和に効果が期待されるそうなので、そういう痛みなんかがある場合にはちょっと試してみるといいかもしれませんね。飲んだ感じはすごく飲みやすいので、普通にお茶として飲めるんじゃないでしょうか。あ、でもこれはあれだな、5分経ったら出した方がいい感じがしてきたな。ちょっとえぐみが出てきました。5分経ったら出そう。熱い。ほっ。とても今ちょっと長く続いちゃってんだね。えぐみがありましたが、最初飲んだ感じはすごく飲みやすかったので、入れすぎは確かに、このつけっぱなしは良くないみたいです。まあその辺は多分5分っていうところにこだわらずに、えぐみが気になる方は、まあ3分とかで試してみてもいいんじゃないかなと思います。以上、うちの庭に生えているローリエの葉の、お茶でした。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。